いやでも最近ちょっとMMO を始めたって言ったっけ。で、とりあえず何をやったらいいか分かんなかったから、とりあえずレベルを上げようと思って。なんかさ、始まるとさ、ゲーム始めます、インストールしました、始めますってなったらさ、一番最初にさ、初心者ボーナスみたいなのでさ、経験値アップの、イベントとかさ、その、経験値、初心者ボーナス、初心者限定、3日間限定の、経験値アップのアイテムみたいなの、課金要素がいっぱいあるじゃないですか。まあ、とりあえずチョコは、いや、MMO はレベルだろうと思って。そう。レベル、あれ最高って思って、とりあえず、カードが止まるまで、経験値、最大アップのものを、個数制限があったんだけど、それ全部買って、とりあえず、いけ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 つって、課金しまくった結果、1週間で120レベルを超えたんですけど、レベル上げは成功したんですけどね、その次は、装備だって思って。いや、レベルは、オッケー。じゃあ、次装備だと思って装備を課金したのよ。なんか装備はガチャだったから、とりあえず、ガチャだーつって、チョコさん、天井のあるガチャしか今まで引いてこなかったのよ。いや、もう天井ぶち上げまで、ガチャ引けばなんとかなるべって思って引いてたんだけど、MMO ってさ、天井ないじゃないですか。それ最初知らなくて。いや、チョコ本当に知らなくて、天井ないのって思って。チョコずっと天井あるかと思って課金をずっとしてたのよ。そう。課金の沼にはまって、いつこれ天井来んのかなって思って、そう。5時間ぐらいずっと課金しながらガチャ引いてたの。そう。なんか夜中から引き出して、なんか気づいたら朝になってて、あれ全然これ天井来ないなと思って。これ確率マジでどうなってんだとか思いながらやってたら、めっちゃレアしか出なくて。そう。たまに S レアが出るんだけど、SS レアが全然出なくて、あれおかしいと思って。確率見たの。そしたら 0.0 何分の1みたいな。嘘やんって思って。そんなことあるって思って。そう。やっちまったーと思って。いや、もう、チョコ天井あるとばっかり思ってたから、あ、やばいかもって、それ思った時に見ても、静かに、その MMO は閉じたんだけど、そう。やっぱね、ダメやわ、チョコ。気づくの遅かったわ。いや、なんかやっぱりさ、スタートダッシュのボーナスついてる時のガチャの方がいいの出るかなって思うじゃないですか。いけ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 ーつって、MMO 初めてやったからさ、いや、いけるべ、いけ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 って聞いてたら、2枚目で取り行く、なんか、お財布の中にカードが2枚入ってるんですけど、その登録してあるカード1枚が使えなくなって、あ、しょうがない、2枚目登録しに行くかって腰上げた時に我に返ったよね。いや、ダメよ、チョコ、つって。それはダメ、つって。2枚目は、何か用の時に取っておきなさい、チョコ、と思って。ほら。我慢しなくていいのよ、つって。推しには貢ぐものよ。ほら、貢ぎなさい、つって言ってるチョコと、いや、でも、来月もイベントあるから、ちょっと取っといた方がいいかな。いや、そんなこと考えなくていいのよ。行きなさい、チョコ、つって。自分の中ですごい
葛藤してた。うん、いけいけ天井だって目指して弾いてた。うん、もうチョコは現実から目をそらした。いや、チョコ魔界に住んでるからさ、現実からあの魔界に行くのは悪いことじゃないから。